嫁や知人から上っ面で優しいけど、真には子供や他人に冷たい人だと思います。冷たいという自覚はなく、自分の中ではここまでは面倒見えるけど、これ以上は見えないといった感じで割り切ってというか、なんか人間関係や物事に吹っ切れることがあります。人間的に間違ってると抽象的に意味のわからないことを言われます。何がまずいのか教えてください。そこには興味があります。特に悪いとは思えないで直そうとは思っていません。その人たちの中で、あ、このラインで切るということは私も切られるかもしれないっていう恐怖感があるんだと思うんですよね。例えばじゃあその借金を負ってる友達がいて、でじゃあ全部の借金を言ってくれたら、もうその分肩代わりするから全部言ってみって言って、じゃあ200万ですって言って200万貸して、1週間後にあと50万円ありましたって言うと、あ、もうこいつダメだわ、嘘つくやつだからダメだわってなると思うんですけど、でも正直に言うのが怖かったから言えなくて、でもやっぱり50万の借金を追い続けてもきついから言ったんですよみたいなこと言うと、あ、確かに自分それやるかもなって思う人って、1回ぐらいの嘘は我慢しようよって言ったりするんですよ。なので、それは要は自分も嘘つくかもしれないっていうタイプであれば、それぐらいでそんな判断をするのはかわいそうってなるんですけど、僕も嘘つくやつ嫌いなんで、嘘つくやつが1回許すと2回目3回目も嘘つくから、あ、無理だよねっていう風に切ります。はい。なので基本的に、じゃあ嘘ついてもいいよねとか、こういう状況であれば嘘つくの仕方がないよねって思ってる人であれば、その1回の嘘でその人を諦めるなんてひどいよってなるんじゃないかなと思います。